はい、おはようございます。ひげちゃんでございます。なんとかね、昨日前回の続き8時間、休息取りまして7時から今15時ですね。ギリス8時間取って、今から積み地に向かいます。まあそこからやったら15分かそこらで着きますんで、パッと行って、でお水がいっぱいあれば飲料ね、飲料水ウォーターサーバーの水が結構あればそのまますぐ出れますね。はい、とりあえず行ってみましょう。まあ今日はね、まあ繁忙期でもちょっとね、連休入ってる人らはもう連休今日からね入ってるみたいで、こっちもね、こんな感じでね、トラックと、トラックの駐車スペースにも乗用車がね、多分乗車スペースにあんま入りきれへんかったんがこう回ってきてるやと思います。おっちゃんが誘導してますね。こんな感じですね。まあまあ連休初日に入ってる人もおられると思いますね。もう積地の中が、積地の中がもうごちゃごちゃで、1台出られへんか言うから、もう俺入り口付近に止めとったから、速攻速攻何もせんと出てきた。今忘れもあった知らんってこんな状態でもめっちゃめちゃやろ。まあお休みもね、まあ気ぃつけながらね、ちょこちょこ動いたりするような感じで、まあね、完全に閉じこもってたらね、なんかずっとこのままズルズルいっちゃう部分もあるんですけど、まあね、お休みの間はね、マスクして、まあ気ぃつけながらちょっとね動くような感じでしましょうかね。やっぱあの大きいマスクをつけてね。安倍晋三で あります。今日はですね、皆様に大事なお知らせがございます。私がつけておりますマスクをですね、この度大きなものにリニューアルいたしました。まさにですね、これからもう一度羽ばたこうとする日本にふさわしい羽のような大きなマスクになってます。阿部さん、新しくマスク作ったんだね。いいじゃない、大きいマスクでね。いや、これからね、日本の経済もまた良くしていかにはならんちゅうことね。財政支援の方もこのマスクのようにですね、大きくしていかにはならんと思っております。今回このマスクも安くできたんでしょう。いや、日本経済ね、まだまだ苦しいんでね、お金かけられませんからね。それは1枚1000円ぐらいで作ってもらうには困りますよね。昨日とは打って変わってまったり運行ですね出るのが早いと楽ですね。
はい、というわけでね、天理のインター降りてすぐのとこにある天理スタミナラーメン本店に初めてやってまいりました。はい、これ食券ね、本日セットはしておりませんということなんで、はい、こちらスタミナチャーシューの大行ってみました。このチャーシューうまそうですね。これまたね、非常にトロトロのチャーシューでございましたね。見た目よりも結構柔らかいですよ。すっごい美味しいですね。初めてチャーシュー麺食べましたね。こちらね、チャーシューだけじゃなくて、あの豚の方もね入ってますんでね。すみません、みーちゃん食べたらしない。チャーシューと豚バラでダブル豚でございます。スタミナ満点でございますよ。麺も細麺のこのね、定番のスープの方はね、ちょっとピリ辛でもちょっとあっさり、スタミナというからね、結構ごってりなんかなと思いきやね、結構食べやすいんですよこちらね。はい、お父さん大では足らず、やっぱり替え玉行ってしまいました。替え玉110円でございますね。いや、これ安いですよね。100円。前ね、針の方で食べたテンスタではね、3倍ぐらい替え玉しましたけどね。これはもう結構ね、替え玉安いからね。おっと、ニンニク投入。まあね、ですけど結構ちょっと入ってるんでね、ちょっと控えめにということでございますね。でもやっぱ行ってしまいましたね。るよー、ボディに効いてくるよー。結構替え玉の方はね、やっぱ汁に入れるからでしょうけど、ノーマルのね、最初に比べてちょっと硬い感じで出てきてくれましたね。結構ありがたい感じですね。いやー、満足でした。大きにごちそうさんでした。終わってまいりました。時刻は4時、朝4時でした。で、週末は結構早いんですけど、やっぱね、もうまあ連休前というか、まあ一応連休前やな、うん、実際には荷物がまだまだね、ちょっと切れてない感じですね、うん。というわけで遅くなりましたが、日が変わって、おっさん、40歳になりました。ありがとうございます。40歳なんてね、もう考えられなかったね。自分らの時はね、もうほんとおっさん、おじいちゃんに近いおっさんやと思うね。40歳ってね、もう見事におっさんになりましたね。まあ、なるべく老け込まんと、ね、明るく40代過ごしていこうと思いますわ。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイナウ。全国のマダムの皆様、お待たせいたしました。天才ボヤッキー様の登場でございますわよ。ボヤッキーからの最後のお願い、高評価ボタン、チャンネル登録絶対お願いいたしますわよー。